この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りします。いやあのさ、はい、いや悔しい、ほんまに悔しい。俺は今日悔しいスタート。俺はほんまにな、うん、なんかこう本来他の人やったらこんなことならずに、うん、その真正面なとこで怒んやろなっていうとこで、俺はいつもそこで怒れずに終わることがあって。なるほど。前にさ田淵に言ったと思うけどさ、うん、マッサージ店行ってさマッサージ店、うん、それはシンプルマッサージ店、ああ普通に、うん、で60分で行こうと思ったら、はい、90分勧められて、いや60分でええからって言って、うん、言ったら結構しつこくて、うん、90分の方がお得よみたいなこと言われて、うん、いやいや60分で大丈夫ですって言ってお願いしたら、うんうん、むっちゃくちゃ気持ちよくてマッサージ自体が、うん、もう恥ずかしくて、うん、恥ずかしながらも、うん、すみません90分に今から変更できますかって言ったのね。なるほどね。で、まあ、それがあったよ、まあ、まあまあ、うん、なんて俺はちっちゃい男やっていつも思ってまう、うん、なるほど。こないだ大宮行きまして、はい、テイクアウトできる肉弁当屋さんみたいなのがあって、そこ行って、うん、そしたらなんか肉弁なんか持ち帰りですかみたいなこと言ったら、はいって言ったら、うん、なんかちょっとバタバタしてそうやったから、あ時間かかりそうやったら大丈夫ですって言ったら、うん、あ全然大丈夫ですって言ってくれはって、よかった。でじゃあこれとこれでお願いします、はいはいはい、分かりましたって、うん、でもなんかこう作業に取り組んでくれへん感じなんよ。あちょっと俺の弁当進んでないぞみたいな、進んでないぞみたいな、うん、分かる分かる、うん、お客さんは一人やね、一人なの、一人やね、やけどなんかそのレジらへんでなんかこう誤作動起きてんのか、うん、なんか店員さんにぐらいで喋ってはるみたいな、うんうん、あはいはい、いやいや時間かかりそうやなとか俺思ってて、うん、でお会計 だけさっき済ましといていいですかって言って、うん、で分かりましたっつって、うん、ほんならなんかこう一人の人が俺の肉をペンってこう網の上に置いてはいはい、はい、始まって、始まったな、でちょっと待ってくださいねっつって、うん、その俺のまあトッピングもしたからなんか分からへんけど、うん、これとこれとこれでって言って、お会計出るまでもちょっとかかって、あでお会計いくらですって言って、うん、はいって出して、うん、領収書お願いしますって言ったら、うん、まずちょっと今ねレジのがちょっと不具合で領収書がねって言って、え、うん、もうない方で納めてやっていう感じで言われるのよ。手書きの感じでもないんや。手書きの感じでもないのよ。おー、なるほど。で、いやー、もらえたらもらいたいんですけどって言ったら、それはもらいたいな。いや、手書きでもいいって言われた。うん、はい、いや、いいよ。そうそうそう、うん、じゃあ、って言って、ちょっとなんかもうちょっとだるそうやな、気だるそうやね、ちょっとだるそうやな、そうそうそう、手書きかいみたいな、うん、うん、まあまあでももらえんやったらええわと思ってさ、で手書きでこう書いてあって、まあ、ほんならお店のハンコも何もない感じで渡そうとして、うん、これとってハンコとかってなくてもいいんですかって言って、うん、じゃあって言ってその人のハンコをポンって押さはったんよ、うん、でもどこのお店か書いてないよ、書いてないの、これお店のやつは書いてなくて大丈夫なんですかって言ったら、うん、ああって言って、なんじゃそいつ、店長みたいな人に聞きに行ってえぐいな、ああここねって言ってポンって押して、これでいいって言って渡されたの。うわあかん、うわーって思って、あかんあかん、それは怒ってな、もう俺もうこんとこって、あもうこれ最後にしようと思って、なるほど、うん、もうこのお店はやめようと、そうそう、うん、怒りはせえへんけど、もうこれで最後にしようと思って、ほう、その間もずーっとお肉ひっくり返さへんの。嘘やろ、ずっと片面焼いてんの、ずーっと片面焼いてんのよ、やめてよもうって思って、もう俺も見てへんふりして席戻って、うん、ほんでしばらくして、はい、お待たせしましたっつって出されて、うん、でも大宮の楽屋戻って食ったんや、うん、めっちゃくちゃうまい、うまいんかい、うまいんかい、焼き加減もう完璧やし、いや気にはしとったんかい、じゃあ肉もちゃんと、めっちゃミディアムレアで美味しくて、せやろ、あえて片面しか焼かへん焼き方を採用してる店やったんじゃん、かもしれん、
また行きたい。また行きたいんかい。最悪や、また行きたい。あんなに領収書たるがられたのに。嫌な態度取ってへんくてよかったって俺もうめっちゃホッとしたんや。あそこで怒ってなくてってこと？そう、怒ってたら俺もう行かれへんでって思って。それ覆すぐらいうまかったん？いや、もう普通に美味しい弁当やった。ほんまか？めっちゃ腹立つ話やけどな。なんか俺シンプルに腹立つ話ってほんま俺生まれへんのよ。最後うまさとかでまくられんねん。まくられんねん。お店に負けんねん。悔しいそれ。でも結果怒らんでよかったって話だね。いやまあまあそうやね。むずーその話。相席スタート山添とインディアンサブチの激イタ珍道中。ほんま悔しいわ。それはなるほどやな。しかもちょっとな、ちょっとタイムリーなんやけど、うん、俺昨日仕事終わって、うん、五反田夜10時ぐらいかな、うん、で一番家から近いスーパーが11時まで空いてるから、うんうん、あちょっと飯買って帰ろうと思って、うん、でわーって買ってレジ並んどってんや、うん、ほんなら俺の前にもうあのなんてピーってやってもらってるお客さん、うん、おばちゃんがおって、うん、俺一人もう一人お姉さん挟んで俺っていう感じで、うん、でもお姉さんは隣のレジでなんかカードの使えるかどうかの確認みたいなしたらファってどっかまた買い物行きはったから、うん、次の順番が俺になってん、うん、でおばちゃんがピーピーってやってもらってて。で、多分、どの国の人かな？ちょっと、海外の方で、そのレジをやってるのが、うん、ほんで、バーって、袋に詰めていってるわけやん、うん、店員さんが、その店員さんが。で、バーって、ほぼ詰め終わるかなぐらいの時に、ちょっとって、おばちゃんが、いきなり、うん、って俺もなって。あなんで、うん、この柔らかいうどんの上に、硬い缶の飲み物とか重たいもの置いちゃうの？いや潰れちゃうじゃない。あそのこのお店にはルールがないんですか、そういう教育は受けてないんですかこのお店で。あって結構うわーって言い出してこう怒ってるな。かなりの語気やねん。はい。グッておばちゃんも声は抑えてんねんけどそのイライラがもう出てもうてんねん。なるほどなるほど。あでもこれはあの潰れないようにあの入れてます、うん、潰れないようにじゃないじゃない、柔らかいものの上に重たいもの硬いもの置いてるでしょ、うん、あなたが、うん、あなたが大丈夫だと思って入れてても、うん、お客さんの意見だから。お客さんの意見が大事でしょ？怒ってるわ。めっちゃ怒ってんの。で、あまりにもな、ブワーって言うから、ちょっと俺もほんめっちゃムカついてきて、その、うんまあ、おばちゃんの方にムカついてきた。ちょっとおばちゃん、ちょっとおばちゃんが言いすぎてて、ちょっと。で、店員さんも、そらな、最初はそうやって言い返してたから、うん、店員さんも良くないぞって思って見てたんやけど、うん、店員さんは、あ、はい、はいって途中から聞くねんけど。うんうんうん、でね、あなたね、こんだけ私が言ってね、うん、その外に出してもう一回入れ直すとかもしないわよね。どういうつもりなのみたいな。なんなんこのこのお店は。収集つきにくいやん。もうここまで行ったら怒りすぎやと思って。あ大事件。俺もう言おうと思って。おお。俺入っていって。仲裁に。そう。うん、てかおばちゃんにちょっと言おうと思って。うん、ちょっとお姉さんすいませんと、うん。ちょっとお話聞いたら、うん、確かにその入れる順番は良くなかったかもしれないですけど、うん、それにしてもちょっと言い過ぎじゃないですか。なるほどなるほど。しかも。袋にほぼ詰め終わってからおっしゃってましたよね。それ途中で気づいたらそのタイミングで言えてたんじゃないんですかって俺言ってん、うん、ほんならえって言われて、うん、じゃああなたもなんで私がこんだけずーっと喋った最後に入ってきてるの、途中で来れたんじゃないのって言われて俺何にも言えんくなって俺強っ強っってなって、ディベート強っ強ってなって、ほんまやその俺も説教を袋に例えた時に全部詰め終わってからなんであんたも入ってくんのって、そうあ強いめっちゃ返されて、うん、えって言って俺いや、まあ、それはでもそうですねって、でもねちょっと聞いてたら、うん、ちょっと言い過ぎてはるかなと思ってね、でも田淵的には今がもう頃合いやと思って、そうやな、いやもう我慢して言ったら、そうそう、あなたも別に早く来れたんじゃないのって言われて。ちょっと強いよと思って。あなたの例えで行くけども。行くけども。ちょ、え、使わせてもらっていいみたいな。ちょ、例え引用するけど、みたいな感じで、ちょっと、あの、返す刀というか、パーンって返されて、うわーってなってもうて。いや、ほんまさ、口喧嘩強い人っておるよな。おんねん。俺はさ、へりくつは言えるけど、口喧嘩はほんまに弱いよ。あ、でも、その感覚俺も。そのイライラしたりとかっていう感情が一個乗っかると、うん、もうその何に腹立ってたかとかもついつい忘れてまうねん。な、でもなんかあんま喋らないなって思ったりな。そう。ほんまにムカついたら。女性の方が強いよな。やっぱ冷静に怒れるやん。うまい。
あそことあそことあそこに腹立ってるから、うん、そこ言ってくんやったら私じゃあこっち行くでって、もうほんま将棋みたいにいけるやん。うますぎ。な。一個目で騙されてもうたもん、俺も。わかるわかる。その気持ちめっちゃわかんない。俺も、うわわわわってなるから。もう桂馬がそんなとこにいると思ってへんかったから、みたいになるから。いや、ほんまに。作詞やわ。女の人は。うまい。うまいよな。昨日結構勇気出して割って入っていってんけどな。ダメやった、全然。なったら俺は、あ、すごい大人で、うん、あ、田淵が入ることによってそれ収まるんかもって思った。思ったやろ。それ結局どうやって収まったの？いや、ほんまに、もう、その、お姉さんも言い切ったらしくて、思ってたことは。うん。で、まあ、詰め替えはしてなかったんかな、さすがに。でも、うん、ほんま今度から気をつけてね、って言い残して帰っていったから、よかったんけど。もっと偉い人呼べ、とか。そう。ただ立ち悪いやん。そこら辺まで行ったらどうしようと思っててんけど。なぁ。でも、その後、俺の、でも、買い物したやつ、めっちゃ、ちゃんと硬いもん中に入れてくれてるのが、ちょっと心痛くてさ、その店員は、ちゃんとしてるなって、その話ちゃんと聞いてんねんな、と思って。で、下手したら、うどんも潰れてへん可能性あんで。いや、うどんな、だから潰れる可能性があるやんっていう。そのお姉さんの言い分としては。でも、それはそうやん。まあまあ、それも気持ちはわかる。基本的に常識的に考えると、やっぱり入れる順番ってあるやんか。うん、そこを多分、ちょっと、いっぱい買ってはったから、おばちゃんが。その店員さんも結構急いで詰めてたのもあって。うん、早さで怒る人もいるからね。遅いからとか、うん、あとは、外国人の方やから、信用してないっていう人もいるしね。なんか、何やろな、その感じ。うん。うん。あんまやっぱ良くないやん。うん、なんかそこで怒る人俺は。気持ち良くないやん、その話聞いてて。うん、うん、うん。うん、それでちょっとな、変に正義感が出てもうてんけど、全然こう割って入れ、変かった感じになってもって結局。その、やっぱ自分のやつ詰めてもらってる時めっちゃ会話なかったもんな、その店員さんと。助けに行ったのに、ごめんな。力になれるんでごめんな。俺は内心ごめんなやし、店員さんは内心、いえいえ、そんなやし。でも会話ない。その女の子それは。男の人。男の人。店員さんは。若い。来てくれた時に、うわ、かっこいい兄ちゃん入ってきてくれたって思って。ちょっとはっとは確かに俺にはなってたんやけど。じゃああなたはなんで私が最後まで言い切るまで入ってこなかったの？え、うわぁ、喋らへんなったってことやろな。って絶対思ってた。ありがとう、でもダサーって思われてた。めっちゃなぁ、昨日なんかこう変な感じになってもうたなと思って。向こうのエピソードトークなってんじゃん。いや、ほんまに今日助けてくれた方がいたんですけど、多分もう、ほうほうほう。何何どうしたの？一言で黙らされてたって。で、絶対言われてる。絶対言われてる。弱い。弱い日本人。弱いおばちゃん日本人。強い日本人。強いおばちゃん日本人と弱い日本人兄ちゃん。いや、ほんま強い日本人と弱い日本人同時に見たやろな、あの人、と思った。情けなかった、なんか。わかるで。ほんまに。あんま俺もそんなことせえへんねんで。うんうんうん。俺会話しててもめっちゃムカついてもあんま切れたりとかほんまないし。うん。けどな、ちょっとな、ほんまちょっと、見るに見かねてという感じが久しぶりやったな。ちょっと言われすぎててんな。ここまで、見届けたら大丈夫やっていうとこまで見るもんね、俺ら。いや、そうやん。そう、やっぱ瞬発的にはもうあんまり、あんまりというか、全く、そのまま、おいとかで怒ることはない。ないやんな。うん、声荒げまくるとか。うん。昨日もそーっと入っていったんやけど、そーっと入っていった分、一撃でやっぱ一周されてもたな。で、そーっとはもう絶対、これは、価値格じゃないけど。いや、そうやねん。な。俺は、これは、おばちゃんが、うん、あって思って、黙ってくれると思って。分かってもらえると思って。全然やったもん。ジャックカットイン。ジャック、青でした。なんかせっかくさ、うん、赤保留行ったと思ってさ。いや、マジで赤保留だったけどな。ゴラン。ゴランか。ゴランの対決。ゴランか。で、緑。星三つ半みたいなやつ。そう、七星が緑。うわ、最悪や。二回とも二回とも緑。最悪や。いや、寒いやん、もう。めっちゃ寒い。復活は？ 2 対1の戦いはないとかももう外れると思って見てる。黒文字普通に。あ、黒文字じゃない。全然黒文字。ダメ。うん、ダメか。もうえってなやつ。それであかんなんなよ、みたいな。保留。最後の、どっちのセリフに行くかの、うん、赤と緑か、赤と、キリン柄か。やっぱ赤と緑。ラオウのキリン柄と、うん、トキの緑。
うわ、きつ。緑とキリンやん。緑とキリンなの、うん、きつ。でも、キリンなわけないやんで、もうちゃんと時。緑の時。緑の時。終わってるなぁ。緑の時。まあ、だから後半はもう諦めてるか。もう諦めて、うん、で、そのくせ、外れた後に、うん、もしかしたら復活あるんかなって。いつもより、図柄揺れてる時間長くなるから。それはもう、次の保留入ってへんだけやった。次入れてへんかった。あ、入れてへんかったっつって。そうそうそう。あ、だから長いんや。あ、ないや。ないや。そこまで寒いこの話。これは。そんな信頼度低かった、うん、いや、だ赤の時は信頼度あって。たまちゃん大好き。最初はな、うん、疑似さん見届けるまではな。そう。カットにタブチかへん。頼むわ。だからあれやな、海物語でいうところの、あの、待機魚群が待機したまま終わったっていうパターンやな。さーって流れへんかったっていう。スムーズ。スムーズ。ボタン一応連打してみんねんけど、うん、フュフュフュって動くねんけど、ちょっと動きよんねんけど。流れるまでいかん。あの演出ないやろ。待機魚群。待機魚群一時あったよな、待機魚群。あったやっぱり、海物語の代名詞や。魚群といえば。そう。みんな心踊ってきたよ。最高やん。後ろにちっちゃい魚いっぱい走るだけであんなテンション上がれることないで。そう、初めて、パチンコ初めての友達一緒に行った時に説明するときに、この台はめっちゃ簡単。魚群が通ったら熱いだけで説明が済む台。いや、ほんまにそう。な、ほんまにそうで、ずーっとそれで来て。うん、でもやっぱり、うん、やっぱね、うん、海物語側もね、うん、あったんやと思うねん。変化つけな。いろいろあった。で、俺らも確かに、マンボウとか。そういろいろ、その、初めてレッツマンボウなんか。もう楽しかったよ。疑似連の時。めっちゃ楽しかったよ。海に疑似連がっていう。なあ、あの、ブラジルとか、沖縄とか。なあ、いろいろ、ブラックとか。レッツシーサーですわ、前も言いましたけど。レッツシーサーも。ね。楽しいんだけど、やっぱ結局、魚群に戻んのよ、俺ら。そこやねん。うん。で、そこでな、やっぱりただ流れる魚群で、何十年も正直、超人気を博してきたけど。で、やっぱ信頼作っていかなあかんからね。そうやねん。うん、そこやねん。うん、そこでやっぱ、いろんな会議があったと思うねん。山陽で。山陽さんで。うん。ちょっとどうするみんな、つって。うんうん。まあ、魚群と どうされました？いやいや、魚群と泡とノーマルリーチの三本柱でやってきたけど。いや、一応あの、岩の、岩礁もあるんですよ。ああ、確かに。岩礁。確かに、あと黒潮リーチもあるね。黒潮リーチもあるけど。やってますけど。あるある。演出としてあるんや。はい。けどやっぱり、代名詞は、うちの。なんや。魚群です。魚群やな。はい。この魚群や。その魚群がさーっとリーチの後に流れるだけ。はい。これで、みんな、もう愛してきてくれたよ。はい。さすがに、ただ流れる魚群もマンネリちゃうかと。はい、ちょっとこう上層部の方でなっとるわけや。何か変化をつけろと。魚群にですか？魚群にや。他の演出を増やすんじゃなくて、魚群に変化をつけろと言われてるわけや。ってことは、うん、まあ、魚の種類がもうずっと変わってないので、タイとか、そういったものにしますか？カジキとかも別に入れれますし。カジキ、あと、まあ、日本でね、愛された魚で魚群にするとかっていうのもね、ブリとか。どうやろう、後ろに流れる魚の種類が変わったら、全然違うものに見えるかな。ただリーチがかかった後に後ろに魚が流れる。その時に、あ、ブリ入ってる。タイ入ってる。お、カジキ増えてる。で、そんなに喜ぶかな。そんなに嬉しいか。自分が売ってるとして考えろよ。はい。今、エンゼルフィッシュや、なんや、何、はい、クマの実っていうか。はい、隠れ熊の海とか。おるな。はいはい。あいつらがメインでバーン走ってるわ。走ってます。いや、ビジュアル変えたくない。あれで浸透してるわけやから。別物になってもらえろ。あれは残していいことですか？うん。やっぱ、魚の種類は変えたくないな。じゃあ、でも、打つ手はもうなくないですかね。いや、ここでな、一つ、提案なんやけども。はい。やっぱりこう、リーチの後に後ろ、魚群が流れるというのは、はい、絶対になくしたくないわけや。はい。例えば流れるタイミングやないかと。タイミング、タイミングがいつも一定やから、はい、同じ演出、ちょっとこうマンネリというか、に感じるんじゃないかっていう話が持ち上がったわけや。タイミングをずらすってことですか？そういうことや。はい。タイミングをずらす。これすなわち。どういうことですか？魚群を待機させるんや。画面の端っこから端っこに向かって流れるわな、魚群は。はい。向かって右から左流れるわ。なあ。はい、その時の魚群がな、はい、ちょっと見えとんねん。右から。ちょっとだけ。街灯の回転の2、3回転前からちょっと見えとんねん。
え、あれみたいな。顔が見えてるみたいな。見えとんねん。漁具の先頭の魚の2、3匹の顔がちょっと見えとんねん。ふわふわっと。ヒュッヒュッヒュッと見えとんねん。それどういう効果があるんですか？あれって、売ってる側からしたら、はい、あれなんか魚群の端っこ見えてんな。はい。これいつか流れんちゃうか、この回転か、それかその次の回転か、はい、次の次の回転かわからんけども、はい、待機しとるということは、この魚群流れるんちゃうか。ワクワクしますね。ワクワクすんねや。魚群なんか流れてくるときに初めて見えるもんやったやろ、これまで。そうです、そうです。この待機魚群はやな、最初から4、5匹の顔が見えとんねん、ちょっと。ものすごく期待するから。魚群の顔が。魚群の顔や。あの小魚の顔が4個か5個見えとんねん。ちょっとボタン押したら、ちょっと動きよんねん。流れるまではいかんけど、動きよんねん。はぁ、その手がありましたか。んで、リーチがかかった時にや。はい。さーっと、待機魚群が流れるパターンもあれば、はい、バーボタン連打して、グッ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 って動いてて、何発目かのボタンプッシュで、さー流れたら、お前。うわ、自分で魚群を流した感じがあるわ、ね。これはすごいぞ。魚群流してになれるということですか？魚群の流してや。いっつも待つばっかりやった、こっちは。自分で魚群流して何が悪いねん。ほんとそうです。せやろ。待機魚群と名付ける。待機魚群？待機魚群や。はぁ。これでいこう。サインはこれから待機魚群で行く。うわー、待機魚群、待機、待機。こんなな、作れ、他のやつに取られる前にすぐ作れ、取りかかれ、待機魚群や、待機魚群や。待機魚群誕生秘話。勝手な妄想やけど、絶対こんな会議はあったはずや。そっからいっぱいプレミアもできましたよ。金魚群やったり、逆の魚群。確かに金あったね。あとでっかい魚群な。巨大な魚がブワー流れる魚群。いっぱいありました。あったっけ？そう、それ知らん。そっから、やっぱ待機魚群はやっぱりきっかけ作ってくれましたよ。あれちょっとやっぱ思い出したらおもろいよな。めっちゃおもろい。待機魚群。めちゃくちゃ変な発想。なんやねん。ちょっと見えたので、あの、ボタンで、あの、ふっふってなって、引っ込んだりするやん。そう。多分この回転が街灯の回転やろと思って、めっちゃ連打すんだけど、んってなった後に、スズって俺やから、おい待機飲み会っていう。これなぁ、やられた、あの時は。待機飲みあるんやっていう。な思わせ。そう、すかし。魚群で今まで少しなかったからな。なかったよ。流れたけど外れましたわ。さあ、しゃあないもんな。それしゃあない。だってもう信頼度が 60% とかやろ？そうそうそう。いや、しゃあない。40% 引いたらさ、しゃあないけど。魚群すらも流してくれへんっていうね。そうです。少し。あと一個やっぱり、魚群で待機魚群喋れたんやったら、うん。巨大泡やろな。泡演出の。巨大泡ってあったっけ？これも確か巨大泡は確定じゃないんやけど、激アツやねん。熱いんや。俺、泡見たことないかも。あんまないやろ。え、あれ、画面全体にブクブクブクは別に泡やんな、あれも。そう、あのな、一個一個のな、あの泡の、その水泡がな、でかいねん。わ、パッと見てわかんのそれ。うん、結構明るさまにでかい。うわ、巨大泡やってなんねん。知らん。あと、何それ。いや、そのな、巨大泡もやっぱ笑ったで、めっちゃ。だって、泡は、別に進化させんでええもんな。ただな、寒さの代名詞やってん、泡って。うんうんうん、そのイメージある。海の売りって、魚群の厚さとノーマルリーチの厚さやったんや。そうそうそう。ノーマルリーチそのままキュッて大当たりになるとき。結構。あるやん。あれ痺れんねん。やろ？うん。特にラグーンステージとかやったら、うん、ノーマルリーチでピタッ、うお、来たんか。あれが醍醐味やったりするけど。だから、ああいうのがあるからこそ泡が寒いねんな。うん、そうやね、うん。結局、泡くんなって願ってまうぐらいの話やねん。なるほど、なるほど。そこにやっぱりな、会議があったと思うね。泡進化？いや、みんな集まってもらって申し訳ない。はい。まあ、うちな、まあ、海物語、大人気で、まあまあ、ありがたいことなんやけども。何ですか、急に。どうされたんですか、社長。いやー、そろそろ変わらなあかんのちゃうかな、思ってな。いや、今も変わらずお客さんはついてきてくれてますし、僕たち産業の社員たちもこのまままっすぐ頑張っていこうって今士気はすごく高いです。それはそうやと思う。それはただ今現状の現段階の話やろ。この先もずーっとこの人気を博していくにはどこか変化をつけてマイナーチェンジして海物語を続けていかんとあかんわけや。はい。そこでたどり着いたポイントがあるんや。はい。やはり海の演出や。社長、ちょっと一言いいですか？何や？今、うん、金の魚群が出たりとか、
金魚群な、あとはなんかハングライダーみたいに乗った青い髪の女の子が出てきたりとか、ワリンちゃんな。そういうのも新しいキャラクターで人気を博しています。確かにそうや、キャラクターを増やしたりはした。はい。しかしや、ずーっと引っかかってるポイントが一個だけあることに気づいたんや。え？リーチがかかった後、その時の泡演出や。泡ですか？お前海物で言ってて泡がボコボコって出てきた時どう思う？リーチかかった後に泡が出てきて。まあ従来からある演出で、うん、まあ期待度としては低いんですけれども、うん、あれこそが、もう数パーセントや、うん、あれこそがまあ海と言ってもいいぐらいのまあ定番のリーチとありますね。ただ考えてみてくれ、ノーマルリーチ、はい、魚群リーチ、はい、の方がやっぱり楽しみにならへんか、海物語って。泡が最下位じゃないか。まあもちろんそうですよ、泡で当たるのは本当に限りなくレアですからね。じゃあ逆に考えたら泡で当たったらめちゃくちゃ嬉しないか。はぁ、変わるべきは泡や。泡を変えるんですか？でも泡なんて変えようないですよ。でかするんや、巨大泡や。巨大泡？リーチがかかった後にでっかい泡が下から上がってくんねや。従来の普通の泡じゃないで、あれの 1.5 倍か2倍ぐらいの1個ずつが、それがボコボコボコ上がってくる。その名も巨大泡や。巨大泡、その手があったか。これで信頼度が 60% 70% に跳ね上がるんや。これどや、魚群ぐらい期待のあるじゃないですか。ようミントちょっとわからんぐらいの感じにするんや。おじいちゃんおばあちゃんじゃ見逃す可能性ありますよ。そうや、ほんなら気づいた人は気づいたやつで喜べるし、気づかんかった人は今日泡で当たってんで私って言って自慢できるわけや。嬉しい、嬉しいです。これは嬉しいぞ。巨大泡で、巨大泡でリーチになった後のその発展先とのこの相性によってまた大当たりの信頼度を変えていったりやな。これは広がり方がえぐい。ええかみんな、こっからの海物語は巨大泡で行く。つくらつくら、巨大泡、巨大泡や。北斗の剣とかのやつに取られるなっていう会議があったと思うね。なるほどな、うん、いや妄想やね。でちゃんとしたちょっと情報とか知識も間違ってるとかあったかもしれん、今の会話の中で。確かに時系列とかね、うん、そう、順番とかは正直明確に知らんけど、うん、確かにこの平社員もあわわわわって言ってる可能性もあるしね。全然あるから、先に泡吹いてモテる可能性あるから。巨大泡吹いてモテる可能性、巨大激アツやん。え、何が激アツなの？そこ忠実にできへんのはリスナーに申し訳ない。そう、ごめん、これはごめん、俺らよりパチンコ詳しい人いっぱいおると思う、うん、本来この激イタ珍道中のこの回に、うん、山陽の社員さんをゲストに招いてその時の会議の様子をやっぱ再現してもらうのがあ、もう俺らは一番するべきことやったかもしれんけど、ごめん、俺らの再現で。いや、ごめん、ほんまに大気魚群と巨大山の話俺らの感じでやってごめん、ほんまに。うん、それ言い出したらもうさ、そうやな、おもろリーチなんて山ほどあるよな。山ほどある、ほんまに。いきなりリーチかかって、うーんって言って、うん、パーンって図柄がなんか弾けるみたいになって、後ろあの、あ、泡がボコボコボコってなってる時に、って言ったら、ビッグバイブっていう演出、泡がパーンって弾けて、後ろ、曲に流れるっていう。途中で組む。ビッグバイブ。あ、そ、知らんわ。詳しいな、田淵。もう、え、動画とかで見てたらめっちゃおもろくてさ、泡が途中に曲に変わってるやんと思って。へぇー、すごない？すごい。でも、ビッグバイブが、もうめっちゃ詳しい人って、あ、で、違和感演出みたいなのがあって、うん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 、あ、これビッグバイブ来るわって、わかんねえって先に。すごない？うわえぐいよな。えぐい。楽しませ方すごいよな。めっちゃ工夫してくれてるからな、実は。な。うん。で、この、やっぱ、その、気抜いてるやろっていうところを、そう。激アツに変えてくれてるあの粋さよね。ほんま、その辺はついてくるよな。あと、違和感を大事にしてくれたりする。え、今なんか、一瞬あの、なんちゃら柄になってなかった？とかね。見落としがちなとこにな、そう。演出入れてくんねんな。粋やわ。もう俺、京楽さんのエアバイブなんか初めてやった時、うん、笑ったもんな。あれな、あれはな、カタカナのポーがいっぱい出てくるな。今のやつそうらしいな。ポポポポポポやろ。あれも面白いね。面白い、うん。飽きさせへんよな。で、さ、売ってる右手のところに風が出るっていうのも結構な発明やと思う。手のひらにやろ。そう。あれすごいわな。で、やっぱ長時間売ってると、うん、風吹いてへんのに、
今吹いたとか言い出すね。吹いたとか言い出すね。あれもうおかしなってんねん。おかしなってんねん。手のひらが、そう。あのポポポの感覚求めすぎてて、来た気すんねんな。あれ、あれなった時やばいよな。脳がバグって自分の右手風当たった感覚作ってんの。すごいね、あれ。で、来てる時に気のせいかって思ったりするの、逆に。あかんかん、騙されたあかん。いや、風吹いてるって。ちょっとあれ、なんで知らん人にでも言いたなんねん。そう。あれすごいんやわ。エアバイブ。エアバイブって。ああいう、いつまでも飽きさせへん。うんうん、ここまだおもろなるぞっていうようなところを、考えれるような芸人に俺らもなっていく。なりたい。いや、ほんまそうやな。うん。徐々にちょっとずつ変化、進化していきましょうよ。ずっと。と同じひまわりつけてるけども。え？ずーっと同じとこでセンター分けやけども。ちょいちょい分け目ぐらい変えていけよ。変えていこうな。ほんまに。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は、さらば青春の光、オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りしました。